色鉛筆で描く、樹木の描き方ステップ4ということで、今回は、夏椿、まあ、夏椿を描くというよりも、この樹形ですね、よいしょ、この株立ちの木と、まあ、あとは今までとはちょっと葉っぱの生え方がね、若干こう違ってきてますよね。まあ、夏椿も大木になってくれば違うんですけど、こういう、割と低いまだ状態の時は幹枝からこう葉っぱがこう上に伸びてくるように見えますけどね、そういう、なんか樹形になっています。そういうものを今回は、描こうと思います。この本でかいんですよ、これ結構ね高い本でね、昔2冊で7万円で買ったんですけどね、こういうでかい本はね邪魔なんですよね、なかなか。だからまあこれを見ながらやるっていうのは場所的にも苦しいので、ほぼほぼ適当にやります。それで株立ちなので、まあ今こういう木を描くときにちょっと薄くて見えないかもしれないですけども、垂直変にこう傾いてるとね良くないので、垂直に書いて、あとはだからあの今回は枝と葉っぱとほとんど同じ位置でこう終わってきますので、この株立ちのこの見えないと思うんですけどね、こう下からこう広がっていってますね。でこの株立ちは結構ね好きな人もいます。あと描くにあたってね、例えばこの何がこうこの木でいいかというと、まあ、遠目で見た場合上の方はほとんど普通の一本立ちの木とね、ここでも少し分かると思うんですけど、ないんですけど、この下の方ですよね、例えば庭木ですとか木の林ですとか、そういうところの足元部分がこういう幹がこうね出てると、そこで少しこう場がねできてくるような気もします。それで今回も紅葉ということで、描き進んでいきます。で前回までは薄い手前奥って分けて描いてましたけど、今回はもう一気に全部描き進めています。今こういう幹がありますよね、まあ、幹というかもう枝に近いですけど、そこに対して葉っぱっていうのがちょっと大雑把に描きますけど、ですからこの枝の方向がそのままこう樹形と一致してきます。なのでもうこんな感じでね、前回も同じようなことをしましたけど、今回もっとこの前回よりもフィニッシュに近いようなタッチでも濃く描いていきます。で光がまあ左側から当たってるっていうイメージですね。でこういう若い木は当然まだ葉っぱの数も少ないですし、まあ、特にこういう枯れ葉になってしまうとね、一枚一枚がこう見えてくるっていう、いわゆる隙間ですよね。これ前回も言いましたけど、隙間からどう見え隠れするか、枝がね。前回からと違うのはこうやって枝の方向にこう葉っぱをこう描いていくと。まあ、イチョウなんかもね、分かりやすく言うとこういう形でね、見えてきますけどね。で、さらに前回と違うっていうことになると、これもってグループで描かないっていう。この葉っぱと葉っぱの隙間も、はっきりと分かるように、ここは空いてるんだな、っていう分かるようにこの段階で描いていきます。
これがなんかこう薄くぼーっと書いてるとね、どこが隙間だか分かんなくなってしまいますので、糸を持ってこうやってね、で先ほど薄いじゃないな、手前と奥と一緒に書いていくっていうふうに言いましたけど、例えばそうですね、この色、あ、すいません、今回使っているのはトンボ、これです。なので色も確認しながら、うん、茶色でいこうかな、紫でいこうかな、茶色でいきましょうか。手前と奥ともう一緒ぐらいのイメージでこう描いていくと、なんでこうしたかっていうと、今左側から光が当たっているので、ここはいいですけど、ここら辺の重なり具合ですよね。という具合にこう描き進めていきます。はい、それではですね、今度は、木を描いていきます。焦げ茶色。まあ、木を描きながらまた葉っぱを付け足していくっていうことも当然しますのでね。下から描いていきましょう。メインの幹。これにしようかな。ここに葉っぱを一番手前にある葉っぱをこうちょっと加えてみます。ここですね。この際をね、影としてこう濃く、こういうふうにね、ここに沿ってこう描くとね、結構ね、濃くならないんですよ。濃くしたいときはね、こうやって逆方向、垂直方向にぶつけてあげると、あとまあ木なのでね、ちょっとしたこう木の表面の凸凹感がね、こうやって描くとね、ちょっとこう逆に軽くなっちゃうんですよね。ある意味です、なんかこう金属っぽいもんでグラデーションつけたいときはね、こうやって描きますけど、植栽のときはいろんな方向からできればこう描いていった方が、でこうこっちちょっと太くなっちゃったからね、こっちちょっと太くしましょうかね、というふうにして見え隠れさせながら描いていきます。Thank you.
はい、こんな感じでささっとこう書いてみました。ちょっとまあ黒くしたいところとかね、濃くしたいところはまあ黒でもいいですけど、紫なんか使ってこうアクセントでね、書きつけても濃くなりますよね。こうやって書きながらね、葉っぱを足してって、そうするとよくわかると思うんですけども、やはりこう綺麗にこう下書きをすればね、いいんですけども、まあなかなかね、下書きをしただけだとね、この幹とか枝が多くなりすぎちゃうので、その辺はこう書きながら足していくと。で、なんかこういう時にこうちょっと不自然なものが出てきたなと思ったら、ちょっとこう長く高くしちゃうとかね、こういろいろで高くなりすぎたらどうしましょうっていうこともね、ありますけども、こんな感じで、今回は夏椿ですね、夏椿の、株立ちの夏椿を描いてみました。だんだん細かくなってくると、描く時間も当然ながら増えてきます。葉を一枚一枚描くのではないんですけども、特にこういう若い木はね、葉を一枚一枚描くようなつもりで描いた方がいいかなと思います。まあ、動物でいうとね、毛を一本一本描くようなイメージで、ただまあそれもね、限度がありますからね。で、まあこう赤いところにこうちょこっとこうオレンジを足してあげると、柔らかくなるかなとね、いう感じで、今回はこれで終わりたいと思います。では、次回何をしましょうかね。またこう樹木パートステップ5は、考えておきます。